れを打つ水陸両用作戦によって奪回を行います。このため陸上自衛隊は水陸両用作戦や電空モーター機を新たに導入するとともに本格的な水陸両用機能を有する水陸機動団を進展する。お願いします。島しょ部に事前に配置した沿岸監視部隊が島しょ部に接近する敵艦艇などの情報を収集します。ご覧の映像は沿岸監視部隊がレーダーを活用して海上から進行する敵部隊を警戒・監視をしている様子です。広場右手をご覧ください。偵察部隊が装備する P23 レーダーが沿岸部を監視しています。 P23 レーダーは偵察隊に装備され、地上を移動する車両や人員、海上を航行する艦船などを監視するために使用します。警戒・監視部隊から情報が集まる統合火力調整所は、主要な火力を効率的に使用するための機能であり、野戦特化部隊が装備する火力戦闘式統制システム、通称 FOX を使用して、各種手段により入手した映像などの情報から、最適な火力戦闘手段を瞬時に判定して、射撃部隊に指示を与えます。こちら統合火力調整所エリア F に接近する敵艦艇を確認。富士共同団は対艦戦闘を開始せよ。広場中央をご覧ください。敵の海上侵攻に対応する12式地対艦誘導弾システムの捜索標定レーダー装置と発射機1機が展開しています。黄色で表示された12式地対艦誘導弾システムは、通称 SSM と呼ばれる長射程の対艦ミサイルシステムで、昼・夜を問わず長距離かつ正確な対艦火力を発揮することができます。広場左手をご覧ください。レーダー装置が目標の捜索を開始しました。射撃準備及び射撃の映像をご覧いただきます。統合火力調整所、こちら SSM調整完了。目標 T1人、発射弾数12発、 TOT1人3発。富士共同団は対艦射撃を開始する。スクリーンをご覧ください。